皆さんおはようございます。10月7日から放送開始のテレビアニメ新しい上司はド天然のラジオが今回から始まりました。やったー、やーい、やいやーい、よいしょー寂しい、一人寂しいな。え、ちょっと、え、あ、ま、とりあえず自己紹介をしましょうか。出勤お疲れ様です。パーソナリティを務めます百瀬健太郎役の西山幸太郎です。うし、じゃあ呼ぼうかな、もう一人。これなんで最初一緒じゃないんだろうな、なんで一人にさせられてしまったんだろうか。まあもう来てるので声を出してもらいましょう。もう一人のパーソナリティさんです。どうぞ、この方です。はい、皆さんおはようございます。城崎雄星役の梅原裕一郎です。寝起きですかいやいや寝起きじゃないですよ、起きたてですよね。いやいや、こんな感じです。いつも通りですか。いつも通りですね。そんな感じでしたっけ。なんか声違うね、やっぱね西山さんね、ちょっと声違います。おお、なんかね低いね。あ、低い、あ、そうですか。ちょっとね使ってきたの今日この現場来る前もね、実はちょっと使ってきて喉を、喉というか、まあ声を使ってきて、新しい上司はド天然のほにゃららなんか、ほにゃららなんか収録してからいらっしゃったんですよね。収録してきましたよ。だから僕は結構待ってたんですね。おっせえなと思って。すみませんでした。5分ぐらいかな？いや20分ぐらいです。道がねすごい混んでたんだよ。本当ですか、歩いてきた方が早かったんじゃないですか。いや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 、もう、もうここで降りて歩いて向かった方がいいだろうなってところで止まってたんですけど、もうギリギリのこの建物の目の前まで止めてもらいました、タクシーを歩いた方がいいわまあでも今回は梅原さんと一緒にこうやってねラジオをやらせていただけるということで、ね、ですか、どうです何が機嫌の方は。ご機嫌、あ、今日は割と調子がいい方、ね、あ、調子いいですか、あ、よかったよかった。じゃあ、パワハラとかしないでもらえますかね。いや、今日はパワハラなんてしたことないですよ何言ってんですか。あれ違うんだ、いつもなんか、カバン蹴ってくるとか、そんな下打ちするとか。いやいやいや、西山さんの方が先輩ですから。はい、パワーがあるのは西山さんなんですよ、本来は本来はね本来は、おかしいんだよな。そう、うまくいってないんだよな、まあ、ある種のパワハラですよねそういうことを放送に乗っけてくるっていう、いやらしい上司ですね本当に。これさ、まだ始まって3分ぐらいなんだけどさ、空気クソ悪いほんわかコメディーですから、ね、優しい雰囲気でいきましょう、はいはいはい、それでは、はい、そろそろ出勤のお時間です。テレビアニメ新しい上司はド天然、新しいラジオもド天然でした。改めまして、テレビアニメ新しい上司はド天然、城崎雄星役の梅原裕一郎です。そして百瀬健太郎役の西山幸太郎です。テレビアニメ新しい上司はド天然についてお届けする新番組でございまして、その名も新しいラジオもド天然でした。第1回出勤いたしました。皆さんおはようございます。何ですか、何ですか。いや、おはようございますそういう感じの、そうですね、ラジオなんですね。なるほどなるほど、こうやってね、はい、何ですか、こうやってド天然っていうラジオが始まって、はいはい、これ名前にもついてますから、ついてますね。まあド天然エピソードだったりとかっていうのもいろいろね紹介したりとかしていくんじゃないですか。あ、これから、うん、まあ、我々以外にもね聞いてる人のド天然エピソードとか、ね、そうですね、そういうのがあったらいいんじゃないですか。やっぱまあ10月から始まるということで、まあ、番組を一緒に盛り上げられたらなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。そんな新番組の通称はですね、ド天然ラジオ
でお願いできたらと思いますんで、じゃあこれハッシュタグとかもしつけるとしたらハッシュタグド天然ラジオとかでいいんですかね。そうみたいですね。おーおー、うん、ド天然ラジオ、うん、皆さんそんな感じで感想だったりとか口コミだったりとかをぜひ、うん、シェアしてもらえたらと思います。お願いします。さてテレビアニメ新しい上司はド天然が10月7日から放送開始になりますが、それに向けてラジオだけじゃありません、さまざまなイベントでもうすでに盛り上がっております、9月10日にはアニプレックスオンラインフェス2023が、9月16日には京マフ2023のステージが、そして本日9月29日には第1話の先行上映イベントがありました。本当にこの当日なんだね。我々2人ですかねあれは、なんかでここで情報解禁するみたい、ラジオやるよって。あ、そうなんだ。でそのままラジオ聞いてねみたいな。あ、まだじゃあこの段階では知らないんだ皆さん。今ねまだ世の中このね時空の歪み的には。あ、そうなんだ。あ、なるほど、ね、まだ知らないらしいですよ、なるほど、だからメールもまだ一通も来ていません。いやそうだよね、びっくりしちゃったらないからちょっと不安になっちゃった大丈夫かなと思って。そういうことか、なるほどなるほど。僕ね結構いろいろイベントすでに出演させていただいておりまして、アニプレックスオンラインフェス、はい、こちら出演時間とかで言ったらね10分15分ぐらいなんですけども、そんな短いんだ。フェスみたいな感じ、いろんな人がバーってもう入れ替わりで出演させていただくということで紹介させていただきましたし、この前京都にも京マフね行かせてもらいました。福山さんと行ったんだ。そうなんですよ、本当にね会場でご一緒するしかできなかったんですけど、僕の方はちょっとだけ観光もさせていただいたりなんかして。どこ行ったんですか。清水寺の手前手前、清水寺には手前ですか、至らなかったんだ。手前なんか階段前みたいな感じなんですかね、のかき氷屋さんに行ったりとか。清水の舞台までは行けなかった。あ、舞台もう それもう全くもっと前ですねじゃあ別に清水寺っていう単語いらねえじゃん京都のおしゃれなスターバックスがあるらへんみたいなところもちょチラチラ行かせてもらったりとかして、そう梅原さんにお土産があるんですよ。何ですか。です京都土産ですか。はい、じゃん、ありがとうございます。はい、何ですかこれは。お茶です。へえ、あ、しかも5種類入っている。そうなんですよ、ほうじ茶、玄米茶、煎茶、かぶせ茶、かぶせ茶っていうのがあるんだ。そうそうそう、玉露、あ、ティーバッグのタイプね。そう、あ、それいいですね、飲みやすいかなと思って。へえ、 ありがとうございます、はい、スタジオに置いてかないでねなんかおしゃれですよねこう。いやインテリアオブジェにしないで、オブジェにしないでよ本気で忘れるやつだよねこういうところに置いて。そうですよね、皆さん結構もらったものそのまま置いてったりするタイプですから、ね、あ、そうですね、やめてくださいね今回は今回はそういう風にならないようにちゃんと喜んでもらえるものっていう。お茶ありがたいですね。お土産でチョケちゃダメなのよやっぱね。なるほど、京都行ったら京都の美味しいものやっぱ絶対欲しいのよそれは。まあね、なかなか行く機会ないですからね。そうそうそう、イベントとかでも。いや、ありがとうございます。いや、だからその時にね、じゃあスタッフさんたちともちょっと会食をさせていただきまして、こじんまりとですけど、ご飯食べて、なかなかさ、この新しい上司はド天然でさ、交流ってないじゃんスタッフさんたちと。まあ昼の番組だしね、昼間にアフレコしてたからね。そうだ、全くないぐらいだったじゃん。そうだね、だから最初自己紹介から始まって改めてね今更改めてちゃんとそこから始めようみたいな始まって、会食したりとかしてめっちゃ美味しいもんいただいて楽しかったです。全員のお名前は覚えた。当たり前じゃないですか、下の名前まで。おっお下の名前、下の名前まで、下のもうだからマブよ、だからなんかマブ立ちになって帰ってきたんだ京都で。みっちゃんとかなんかそういう覚え方、ゆうとかなんか適当ですけども。いいじゃないですか。その時にやっぱ梅原さんのことはみんなミステリアスだって。あ、本当に、全然伝わってないやっぱり。いや、いいんじゃないミステリアスのままで。伝わってないっていうのはどういうことですか西山さん的にはミステリアスではないと。いや、僕的にはやっぱりまあ、なんだろうな、まあある種分かりやすいというかさ。分かりやすいですか。分かりやすいと思いますよ、なんですけどやっぱりなんかどんな生活をしてるかも見えないみたいな。
な。ああそういう、うん、でもどんな生活してるか見える人っていないよね逆に言えばね。そうね、言ってしまったら見えるはずがないし、ね、見えるはずがないんだよね。だ、うんうん、だから今日をこのラジオを経て、はいはいはい、やっぱどんどんやっぱ、この解放していけたらいいなと思うわけよ。あ、僕？そう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 。もうそういう時期は過ぎたよ。確かにね。そういうのあるけどね。なるほどね。まあでもね、まあさらにさらにこう広がりをね、こう作れたらいいななんていうふうにも思っております。まあというわけでこの土天然ラジオも2人で盛り上げていけたらなと思います。お願いします。この番組は隔週更新でして、今回は金曜日に更新していますが、次回からは隔週日曜日更新になりますのでご注意ください。そしてリスナーの皆さんは、作品と一緒にラジオの感想も SNS に書き込んだりして盛り上げていってください。この番組のハッシュタグはハッシュタグ土天然ラジオです。うん、リスナーの総称、ご称とか決めるんですか？はじゃあ土天然リスナーとかにしますか？土天然。まんまだね。私は土天然リスナーです。なるほどなるほど。天然を自分から言っていくっていう、いやですね。まあそう言わせるみたいな、言わせるっていうことですね。わかりましたですね。はい、はい、ということでド天然リスナーの皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではそろそろ始業時間です。ド天然ラジオ最後までよろしくお願いします。テレビアニメ新しい上司はド天然、新しいラジオもド天然でした。さてここからはテレビアニメ新しい上司はド天然についてお話ししていきたいと思います。なんですがまだ第1話放送開始前なので、今回は作品の見どころだったり、お互いのキャラクターについて紹介したいと思います。新しい上司はド天然は秋田書店のウェブコミックサイト、漫画クロスにて連載中の市川団先生による癒しのお仕事コメディが原作となっています。単行本は現在2巻まで発売中です。ウェブ漫画総選挙2019では首位を獲得した作品で、待望のアニメ化となります。まあ、あらすじも紹介しましょう。はい、上司からのパワハラで精神統一をやられ、広告代理店の営業職に転職した百瀬。しかし過去のトラウマが原因で新しい上司もまたパワハラ上司だったらどうしようと、初日早々に胃痛で動けなくなってしまう。そんな時一緒に外回り中だった新しい上司白崎が取った行動とは、予想外の上司のド天然にきっとあなたも癒される。おという感じですね。まあ、僕が演じさせていただいております、前の会社で受けたパワハラで精神と言われた百瀬健太郎というキャラクターなんですけれども、まあ、非常に、まあ、真面目、そうですね、まあ、真面目ゆえにパワハラだったりとかをこう真正面から受けてしまうみたいな、そうだね、標的にもされやすいのかもね、もしかしたらね、真面目だから。そう、でもなんかこう百瀬は前の職場でかなりのこうねパワハラをこう受けてきて、胃痛をこうやられてるんですけど、見事今回ね新しい職場に転職することができて、だからこれからがすごく気になる。そうですね、どういうな表情を見せてくれるんだろうと、あのね第1話だったりとか、この前のね京マフでも、あの最初の 4,5 分流すみたいな、アバンパート流すみたいなやらせてもらったんですけど、今改めて見ると、やっぱり、ね、苦しそうな顔してんだよね。そりゃそうだな。冒頭ですから、冒頭最初の始まり方なかなかね、きついというかね。そうだよね、センシティブというか、そうっすね、ぐーっとくるものがあるんですけれども、そこからどういうふうにこう、白崎主任と出会って変わっていくかっていうのを見てもらいたいなっていうふうにね、自身思いました。新しい職場で頑張ろうとしている青年という感じですね。そう、とっても愛おしい男の子ですね。そしてそんな百瀬の新しい上司となるのが、僕梅原雄一郎が演じる白崎雄生です、なんですが、そうですね、まあ1話見てない、これからってなるとなかなか、まあ、ミステリアスな人ですとしかね、そうね、言わない方がいいのかなとは思いますけど、どうなんですかね。
でもみんなもう分かってくれてるんじゃないか。 PV とかね見てくれたらさ、どこまで分かってんだろう。まあでももうね、この題名にもある通り、新しい上司はド天然という、その新しい上司ですから白崎は題名の人っていう、ね、題名の人ですから、あまあド天然なわけですよね、うんうん、でまあそのド天然さにこう、まあ、百瀬も癒されていって、うん、こう前を向いていこうとするというお話なんですよね。なので、うん、その、まあ、白崎っていう人間のド天然さっていうのが結構いろんなシーンで出てくるお話なので、うん、そこは本当に笑えるというか、うんうん、共感できる部分とかも多々あると思いますし、あの PV をね、その、フェスで流させてもらったのよ、はいはいはい、そのアニプレックスオンラインフェス2023、でこのフェスっていろんな、うん、年齢層の方だったりとか、うん、あの男女問わず、はいはいはい、いろんな方がこのフェスに集まって、うん、見てくれてるところで流したんだけど、うん、男性の方の笑いとかも結構多くて、うん、へー、あ、そうなんだ、うん、それ嬉しいね。そう、なんかそういったなんかいろんな方に刺さる天然ボケがいっぱいあるんじゃないかなっていう、うん、別に世代問わず、うん、性別問わず楽しめる作品なのかなとは思います ね。そして2人の他にもですね、はい、同じ職部には個性的なキャラクターたちが務めております。なのでご紹介させてください。杉田智和さんが演じる青山光雄、うん、あの白崎たちが所属する部の課長ですね。まあ、白崎のさらに上司っていう感じですね、うん、このね青山課長がまた癖のある男なんですよそうですね、きっと皆さん好きになるタイプというか、うんうん、面白いですしね。まあ、杉田さんの声がまたそうさせているというか、うん、そうですね、うん、かなりトリッキーなキャラではありますよね、うん、すごい寂しがり屋なシーンがかまってちゃんな感じがして、うん、とても気になる存在でございます、そして、はい、福山潤さん演じる金城愛子、うんうんうん、百瀬とは実質的には同期にあたるんですけれども、そうだね、なんでしょうね、ひょうひょうとしていて、なんだろうねあの感じは、なんだろうね、今風って感じですね。今風、そう、今風といえば今風、ちょっと人を食ってる感じがある雰囲気の方ですね、うんうんうん、で、あの彼も前の会社でパワハラを受けてて、ね、パワハラ受けた同士みたいなの、うん、なんか共通の仲間意識みたいなのがあったりするみたいなのがあるんですけども、まあ、そのなんていうんでしょう、金城と青山の絡みみたいなのもぜひ注目してもらいたいですね。 そして最後に下野紘さん演じる猫の白桃、百瀬とね白崎が見つけて、はい、白崎に拾われた元捨て子猫、捨て子猫、うんうん、二人の名前を取って白桃と名付けられた。百瀬の桃と白崎の白、うわなんか二人の子供みたいですよね。そういううちのお父さんとかそうだもんな、おじいちゃんとおばあちゃんの名前取って、ああ、まあ昔のねままの人はねそういうこともありますよね、確かに、ね、じゃあ西山と梅原だったら老が多いなそうですね、老が余るんだよ確かにな、老老でいいんじゃない、老老ちゃん、老老でいいんじゃないか、老老ちゃんですね、うん、もしじゃあ僕たちが二人歩いてる時に何か見つけた時はその子を迎えた際はローローちゃんと、ローローちゃんですね、うん、決まりですさて、はい、彼らが、はい、まあ、どんな風に癒しのお仕事コメディを繰り広げていくのか気になるところでございますけれども、はい、新しい上司はド天然10月7日東京 MX 他にて放送開始です。お楽しみに。皆さんからはアニメの感想やメッセージもお待ちしていますよ、はい、ここまでは僕たちが演じるキャラクターについてお話ししました。テレビアニメ新しい上司はド天然、新しいラジオもド天然でした。それでは番組後半はこのド天然ラジオでやっていくコーナーの紹介をしたいと思います。まずはこちらのコーナー、ドのコーナーということで、百瀬の上司白崎はドがつくほどの天然なのですが、うん、リスナーの周りの人にもドがつくほど丸々な人がいるんじゃないでしょうか、うんうん、そのエピソードを募集します、まあ、例えば
私の父は公園に散歩に行ったら知らない人のピクニックに参加していました。ド社交的です。うーん、って書いてありますね。まあド〇〇っていうことですね。これはド天然でもいいんですか？天然でも OK。 なるほどなるほど。お、まあ、例えばドアホ、ドケチ、ド素人、ド根性などって書いてありますか。まあ造語でも OK です。作っちゃってもいいんだ。うーん、ド何々、ド西山さんはどうなんですか？え、僕自身が、はい、どうなんだろう。自己分析で、自己分析だと、ど、なんだろうな。あ、でも結構、はいはいはい、まあずっと言っちゃってますけど、後輩気質なとこがあるからとか、弟気質みたいな、末っ子なんで、はいはい、あ、ド末っ子みたいな。ドスエッコ、まあ造語も OK ですからね。ドスエ、私ドスエ、ドスエ、なんかドスエですね。京都なまりみたいになってる。うん、お茶美味しい。ドスエこれね、ドスエ、ドスエこれね。なるほどね。うん、あ、このお茶いくらだったんですか？これね、これ2000円ぐらい。あ、2000円ぐらい、はい、なるほどね。うん、なんで来たんだよ。いや、何かお返しするならね、2000円ぐらいのお返ししなきゃなーなんて。え、お返し食えるんですか？まあ、気が向いたら僕がなんか地方に行った時にいいんですか、2000円ぐらいのもの買ってきますよ。じゃあ楽しみにしてます。それは予定ないですけど。作ってよ。じゃあ梅原さんはドがつくとしたら、ド、自己分析だと、なんだろうな、ドドド、なんだろうな、自己分析、ドでも基本的にあれなんですよね、めんどくさがりなんですよね。あ、でそんな真面目でもないので、ドド不真面目。ド不真面目ですね、僕は。そんな人とラジオやりたくないよな。ド不真面目な人なんだ。ド不真面目とド末でお送りするわけですね。そういうことになりますね。そういうことになりますね。まあ、はい、とにかくですね、ドがつくほどの人の、あ、自分でもいいのか、自分でもいいし人でもいいのかな、これもしかして、もちろん白崎にも負けないド天然なエピソードも大歓迎です。ドのコーナーまで送ってください。はい、なんかこれさ、僕たちにもさ、送ってほしくない？なんか、あなた西山ってドなんですよねみたいなのが、知りもしないのに。いや、そのさ、周りのメッセージ気になるでしょ、なんか第三者から。そうそうそう、プライベートの西山さんを1ミリも知らない人が見た感じ、ね、はどういう風に映ってんだろうとか、っていうの気になりますんで、僕は、はい、梅原さんは、僕は大丈夫です。梅原さんに送ると、あの読まれないんですけど。西山さんは気になるらしいので、西山さんがどう〇〇なんなのかっていうことを、意識調査させてください。お願いします。はい、じゃあ続いて紹介するコーナーはこちら、胃に優しいトークテーマ。ラジオらしく2人がトークするためのテーマを募集します、ただし百瀬がパワハラ上司のせいで胃をやられてしまったように、ラジオでもややこしいトークテーマで僕たちパーソナリティの胃がキリキリなるわけにはいきません、例えばさ、自分を家電に例えるなら何ですかとか、これは、あ、これがややこしい、これがややこしいらしいです。なるほどね。ど、てん、ねんであいうえお作文を作ってくださいとか、まあでも確かにややこしいよね。まあ、でもあるあるではありますよね、ラジオのね。こうなんかいいこと言うとか面白いこと言う、こう求められてるっていう感じ。ああ、それはない、それがない。本当にもう、あ、いいに優しいですね。もうストレスレスな感じ、ね、みたいなを目指して、いきたいと思います。ここで募集するトークテーマは、胃に優しい、簡単なものにしたいので、ルールを設けます、その1、簡単な単語だけを送ってください、その2、単語だけだと何でもありになっちゃうので、2人が演じる役名、白崎、百瀬にちなんで、白いもの、もしくは桃色のものにしてください、例えば、はんぺんとか豚とか、白と桃色、結構胃に優しいですかこれ。この単語だけ放り出されて、じゃあトークしろよっていう、それはそれで結構過酷な、しかも結構また狭められましたよ ね、 そうですよね。割と試しにやってみますかって書いてある。やってみましょうか。じゃあ2人で、じゃあまずはんぺんについてトークしてみましょう。なるほど、用意スタート。
まあ、はんぺんといえばやっぱ白っていうイメージあると思いますけど、うんうん、僕の生まれた静岡県では黒はんぺんなんですよ、黒あるんだ。イワシ粉がね乗っているような黒はんぺんというのが結構有名でしてね。そうなんだ。そうですよね、静岡市内では結構おでん屋さんが多いんですよ。あ、へえ。黒はんぺんに青のりといわし節をこうかけて食べて、おいしそう。で大体そのおでん屋の中には、うんうん、かき氷も一緒にね、え、そうなの、売ってるんですよ。なんで？わかんない、セットなんだよね。じゃあデザートにはかき氷を食べるっていう。そうだから、おでんとかき氷同時に頼んで、うん、熱いおでん食った後に冷たいかき氷食うみたいな。ほんと？そういう流れがあるんですよ。知らなかった。でその店の隅にはだいたい大学芋が売ってますので、うん、帰りは大学芋を買って帰る、っていう流れがあるんですよね、うんうんうん、それが僕のはんぺんのイメージ。うわー、黒はんぺんなんですよ。なんかめちゃくちゃ、こちらはなんかしっかりした話するじゃん、めちゃくちゃためになるし、なんかそうなんだって、はい、おなりますよね。っていう嘘ってわけでもないでしょ。嘘じゃない、本当本当なんだもんね。本当です。めっちゃ気になった、行きたくなったし。いや、いいですよ。結構市内に何軒かありますのでね。あ、その静岡市内にそういうふうにやってるところが、気になる。そうなんですよ。上手だね。めちゃくちゃうまいじゃん。何？どういうコーナーなの？じゃあ西山さんやってみてよ。じゃあ豚ですか。はい。じゃあやってみますか。はい。トークテーマ豚で、スタート。豚ですね。はい、豚のさ、あの千と千尋の神隠しに出てくるあの、うん、豚さんいるでしょ。ああ、お父さんとお母さん、そう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 、はいはい、みたいなやつで最後にさ、はいはいはい、湯婆婆が試すじゃない、この中にお父さんとお母さんいるかいないか、はいはいはい、どの豚がラスト、ね、みたいな、うん、って時に千尋がさ、はい、いない、言うね、この中にはいないって言うじゃないですか、うんうん、あれ言いたくない？どういうこと？あれあのセリフめちゃくちゃ良くない？あのセリフを言いたい。うん、そう。あ、じゃあそれは明快、あの西山さんのご両親を豚にしたいっていうことですね。違います。そんなことないんです。そんな全くそういうことになりますよね。そんなことないんですけど、なんかなんでしょう。一番かっこいいセリフじゃない、なんかバシって当てるっていうよりかは、もうこの中にいないみたいな。なんかあの流れ、あの作り、うんうん、素晴らしいなと思った、うん、それが僕にとっての豚です。すごい、今すごい汗かいてる。胃に優しくないじゃん。しかも別にこれ一人で喋るコーナーじゃないもん。そうだよね、二人で話せばいいんだよね。キャッチボールすりゃいいんだけど、うん、そうしよう、ディベート大会みたいになっちゃったね、うん、はい、あまりにも梅原さんができすぎてしまっているというね。その静岡の話に僕が入り込めなさすぎてしまった。入る隙与えなかったからね。申し訳ございませんでした。はい、ということでトークテーマのルールは1、はい、単語だけ、うん、白いものか桃色のもの、はい、ぜひ胃に優しいテーマお待ちしております。そしてまだまだ番組ではこんなコーナーやっていきます。ツンデレじゃないにゃ。白崎の飼い猫である白桃 CV 下野博さんは、うん、白崎に対してツンデレな態度を取ります。そこでリスナーの皆さんからは自分が実際に体験したり見かけたりしたキュンとしたツンデレエピソードを募集したいと思います。なるほど、一番キュンとしたエピソードについては僕たち2人のどちらかが実際にその場でエピソードに登場するセリフを言ってみたいと思います。へー、なるほどなるほど。じゃあ、まあ例題のやつが今日あるんですか。あ、ん、久しぶりに会ったおいっ子が終始不機嫌そうな顔をしていたのに、帰り際には帰ってほしくないと大泣きしてキュンとしたなど、これが例題ですね。そういうことか。あ、じゃあ例題のやつをじゃあ今回は梅原さんが勝手に決めやがった。やってみますか。勝手に決めやがったな。この帰ってほしくない、はいはいはい、おいっ子ですからね。おいっ子ね、うん、不機嫌そうな顔してたのに帰り際には大泣きしてキュンと、うん、ではいきますよ。はい、梅原さんのキュンとするおいっ子まで3、2、1、キュン。帰ってほしくない。ジジイ。なんでジジイ出てくんのよ。なんで、ジジイ。それはさ、そんなおいっ子がいないとは限らないよね。別に、まあおいっ子ってね、何歳とは言ってないけどさ、うんうん、でもさ、そうだよね、自分が90歳ぐらいだったらおいっ子もね、なかなかな年齢いってますから。それあれでしょ、なんか、あの
帰られたら死ぬ危険があるからみたいなでしょ。いやいやいや、そりゃ泣くよ、命の危険感じてるんだもん。まあそうだよね、床ずれが気になっちゃってるんでしょ。梅爺は今そう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 、床ずれだけ直して帰ってくれっていうね。そういうことですね。キュンさせてくれよ。あ、皆さんでも西山さんもやってみてください。いや大丈夫です、あのこれはたくさん今後いっぱい来ますから。今後やりますか。はい、分かりました。皆さん、投稿の際にはですね、ツンデレエピソードをセリフ付きで送ってきてもらえたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、3つのコーナー紹介しました。たくさんありますので、送りやすいものからどうぞ送ってきてくださいませ。リスナーの皆さん、ド天然ラジオを一緒に盛り上げていきましょう。メールお待ちしています。テレビアニメ新しい上司はド天然、新しいラジオもド天然でした。それではここでド天然ラジオ広報部からのお知らせです。新しい上司はド天然の最新情報をお伝えしますので、チェックしてください。まずは放送配信情報です。10月から始まる新番組テレビアニメ新しい上司はド天然は、東京 MX、 栃木テレビ、群馬テレビ、 BS11 にて毎週土曜23時30分から放送です。初回は10月7日土曜日です。 ABC テレビでは毎週土曜26時30分から放送です。こちらも初回は10月7日土曜日です。そして ATX では毎週水曜20時30分から放送、初回は10月11日水曜日です。また U-NEXT アニメ放題 D アニメストアでは10月7日土曜日から配信も開始します。こちらは毎週土曜24時からの配信です。そしてそれ以外の各配信プラットフォームでも10月10日以降順次配信開始予定です。イベント情報です。11月3日に池袋サンシャインシティで開催される、アニメートガールズフェスティバルでは、テレビアニメ新しい上司はド天然のスペシャルステージがあります。西山さんがご出演されます。はい、さらにですね、11月25日には北九州ポップカルチャーフェスティバルにも出演予定です。詳しくはテレビアニメ新しい上司はド天然公式サイトをご覧ください。そしてグッズ情報です。9月16日17日に開催された京マフにて先行販売しました白桃 T シャツ、くまって T シャツの事後通販がアニプレックス公式通販サイトアニプレックスプラスにて絶賛受付中です。締め切りは間もなく10月1日までとなっておりますので、ぜひチェックしてください。以上、広報部からのお知らせでした。といったところで、テレビアニメ新しい上司はド天然、新しいラジオもド天然でした。初回放送もそろそろ終業のお時間です。この番組ではメールもお待ちしています。メールはインターネットラジオステーション音線番組ページのメールフォームからお願いします。アニメを見た感想や各コーナーへの投稿お待ちしています。はい、そして音線プレミアムサポーターになっていただくと、サポーター限定のおまけトークも聞くことができます。本編終了後に話しきれなかったことなどをお話しします。リスナーの皆さん、ぜひサポーターになってください。てなわけで第1回目でございました、はい、まだメールとかはね来てない状態だったんで、これから来ますから ねちょっとどんな風に番組が盛り上がっていくのか、次やる時にはもう1話は放送されているよね。されてるのか、されてるのか、されているので、感想もなどなど聞けますしね。楽しみだ。北九州ポップカルチャーフェスティバルっていうのは西山さん出られるんですか。あ、そうです。あ、じゃあまたお土産がいただけるという。何がいいかな。さつま揚げですかね、やっぱね。明太子生ものでいいんですか。通りもんとかでもいいですよ。博多通りもん美味しいですよね、あれ。美味しいですけど、あとはなんだろうな、あ、普通にラーメンのね、なんかちょっといい感じのラーメンの袋とか、なんかいただけたらいいかなと思うんですけど。そっか、いやだって京都行った時にいただけたんだから、九州行ってもいただけるってことですよね。やめたいな。定期的に会うのやめたいな。そっちもやめたい。ラジオ収録で会えますから楽しみだな。まあでも土産話なんかも一緒にね。いや、土産だけでいいです。土産話はいらないです。土産だけ十分じゃない、うん、写真とかたくさんプリントして持ってくるよ。全然いらないです。土産物だけ、土産だけください。まあその時の気分に
任せてさせていただきたいと思いますよ。よろしくお願いします。忘れずに、はいはい。次回のど天然ラジオの更新日のお知らせです。この番組は次回から各週日曜日更新となります。次回の配信は10月15日日曜日です。お楽しみに。それでは今回のど天然ラジオは終業の時間です。お相手は城崎雄生役梅原雄一郎と百瀬健太郎役西山幸太郎でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。